はい、こんにちは、タカです。ちょっとね、質問に答えようと思います。結構やっぱり質問で多かったのはおすすめ万年筆、まあ値段別だったりね、まあいろいろ、まあでもね、そのおすすめ万年筆っていう質問がやっぱり一番多いですよね。で、僕今まで、おすすめ、まあ僕がね、個人的におすすめする万年筆っていうのは、いくつか動画出してるんですけど、まあその動画とね、まああんまり変わんないかもしれないし、でも今の動画じゃなくて、まあ随分ね前の動画なんで、今はまたちょっとね、やっぱり考え方も違うだろうし、今僕がおすすめする万年筆、おすすめというよりはね、僕が好きなっていう感じかな。ちょっとね、それについて話したいと思います。で、まず僕がね、一番最初に、まあ、感動した万年筆の一つが、このパイロットのコクーン。これはね、定価3000円のものなんですけど、これね、本当に感動しましたね。なんかね、このコクーンで万年筆の、なんだろう、気持ちいい世界に入り込んでしまったような気がします。あ、そうそう、質問の中でね、沼、インク沼とかね、そういう、まあね、ハマってしまうとこう沼に入るって言いますよね、沼。その沼にハマったきっかけって何ですかみたいなね、そんな質問もありましたね。まあ僕の場合はね、多分このコクーンだと思います。この書き心地はね、まあ本当にこの書き心地感動したんですよ。で、見た目もね、僕にとってはこれもう、なんだろう、すっごいスマートな感じでね、もうすごくシンプルでスマートで、良くないですかね、この形。僕本当に好きな形の一つです。そう、だからこれかな。これをきっかけに、このコクーンのね、まあ、しかも、M2 部、中字です。M2 部を手にしてしまったから、もうね、そこから始まってしまったんだと思うんですよ。で、そのコクーンのね、リミテッドエディションっていうのが、これ何年だっけ ?2016年?もう忘れてしまった。2015年か16年か。まあ、リミテッドエディションとしてね、出た復興支援のやつですね。これコクーンだけど、ちょっとマーブル模様の。これ4色登場したんですけど、僕そのうちの2色をね、買いました。これは定価3500円で、そのうちの500円は寄付に回るというタイプのね、そんな感じでしたね。これもまあ同じです。同じ。気持ちいい書き心地。そして見た目もいい。なのでね、これ3000円の、まあ5000円以下の万年筆で、僕がまずおすすめするのはやっぱりこれですよね。このコクーン。で、これコクーンの2部ってね、書くのも同じなんですよね。
核のの2部と国運の2部は同じ。ついでにね、ついでに言うと、これプレラも多分同じじゃないかなと思うんですけどね。プレラも多分ちょっとねプレラは交換してないけど多分いけると思います。僕の予想が正しければ多分大丈夫で、それと同じようにペン習字ペン、ペン習字ペンも同じ。これ500円ぐらいの万年筆ですね。うん、この辺は、2部がね同じです。ちなみに今これちょっと角野の2部ついてますけどね。うん、ペン習字ペンは極細2部なんですけど、今これには M2 部、角野の M2 部がついてます。うん、なのでねこの辺りペン先交換全部可能だと思いますね。角野とデスクペンじゃねえや、角野とペン習字ペンしかペン先交換したことないんですけど、まあこれら全部交換できんじゃないかなと思います。うん、でまあ個体差もあるんでしょうけどね。よいしょ、これ、国運のね F2 部細字です。でこの国運のね F2 部これに関しては僕ねあんまりパッとしない書き心地なんですよ。多分個体差なのかなっていう感じ。うん、中字のねこの3本はすごい書き心地よくて、まあどうだろう、あんまりね字を書くのに向いてないなっていう印象の F2 部だけど、書くのの F2 部はねまあありいい感じの書き心地だったりするんで、ひょっとしたらこれ2部交換したら全然違う書き心地になるかもしれないなっていう気もします。まあでもね同じ M2 部とかでもペン先ね書くのとかこれら同じペン先だとしてもでとしてもで同じペン先なんですけど、やっぱりこの軸が違うだけで書き心地っていうのは変わりますからね。うん、まあ、ペン先が同じだったら安い書くのでとかね、ペン習字ペンでっていうのもまあありかもしれないけど、万年筆ってやっぱり、その見た目のね、この見た目のペンを使ってて、なんだろう、こう気持ちいい、いい気分で使えるペンっていうのが、まあ重要なポイントかなと思うんで、ってなるとやっぱり、僕は普段使い書くのよりも国運っていう感じかな。うん、今度ねプレラのカリグラフィーをねこの国運につけられるかなと思ってね、ちょっとやってみようかななんて思ってるんですけど、うん、まあどうなることか、うん、ですけどね。はい、ということでまずはこれがおすすめかな僕は。うん、まあいろいろありますけどね、プラチナセーラーありますけど、まあ僕はこのコクーンをおすすめします。うん、なんかこうザ万年筆みたいなね、こう黒にねこういう、まあこれモンブランですけど、なんかこうパッと見あ万年筆っていう、まあこういうのが好きな人はちょっとコクーンのこの見た目はまた違うかもしれない
でもね、僕はこの見た目好きですね。で、あと5000円以下で、まあとりあえずね、5000円以下でってなると、ちょうど5000円のルシーナパイロットです。まあ、これらは近辺ではないんで、でもね、万年筆って別に近辺だからいいっていうんでもないなと思うんで、僕の感覚ではね、なんだろう、近辺には近辺、あとは鉄ペンには鉄ペンっていうか、なんかそれぞれの良さがあるんで、近辺だからいいっていう印象はないんですよね。自分とその書き心地のね、その相性が合うかどうかっていう、そこの方が重要かな。だからこれは、近辺ですとかステンレスですみたいな、なんかそういうので、ああそうなんだって、こうなんていうのかな、2分のね、素材で、ペン先の素材で判断しない方がいいような気はしますけどね。でこのルシーナも本当に、書き心地は気持ちいい、万年筆、僕の好きな万年筆。まあこのコクーンとルシーナはね、年末のね、今年のベスト万年筆みたいなのにね、僕が選んだ万年筆たちなんで、まあ当然ちゃ当然ですね、僕が好きな万年筆です。って考えるとね、やっぱりパイロット僕好きなんでしょうね。僕はパイロットが好きなんだと思います。で、あとはね、5000円以下で、まあおすすめというか、これ持っといたらっていうのはね、プラチナのバランス、プラチナのバランス、これは3000円かな。このね、プラチナのバランスは近辺じゃないですけど、これね、使い始めの頃はちょっとなんか引っかかりを感じた、最初はね引っかかり感じたんですけど、まあ使って数日ぐらいかな、なんかねすぐその書き心地の良さが分かってきたというかね、馴染んでくるのが早かった。かなり書きやすくなった万年筆。最初と随分印象が変わった万年筆の一つかな。まあ、プロムナード、セーラーのプロムナードなんかも、最初と随分今は印象違いますけど、それよりもね、急に書き心地が変わった万年筆かな。このプラチナのバランスもね、見た目書き心地ともにありだと思いますね。で、まあでもね、僕の最近ちょっと思うところが、まあ書きやすい万年筆とかはね、いろいろあるんで、まあ本当ね、低価格で書きやすい万年筆って本当たくさんあるんですよ。本当にたくさんあると思います。だけど数日書かないでインクが乾いちゃったみたいな万年筆はやっぱり使えないなというところはあるんで、まあ今のね、これらの万年筆って基本そんな数日で乾くような万年筆じゃないけど、でもその中でも、まあインクの乾き、結構インクの乾きに強いなって感じる万年筆の特徴は、このルシーナとかね、もそうなんですけど、ネジ式キャップがね、
このネジ式のこういうキャップの万年筆の方がやっぱりねインクの乾きに強いっていう印象です。カポっていうこういうねワンタッチのキャップよりも、うん、これ気密性の問題なのかな、ネジ式の方がしっかりと密封されるのかな、どうなんでしょうね、うん、それあるのかな。なんかねやっぱりそれその傾向はすごく感じます。なのでちょっと選ぶとしたらその辺もね意識して選んでみるといいんじゃないかなみたいな、うん、そんな気はしますね。はい、ダメだね、もうこれね話がね終わらないと思うんですよね。うん、とりあえずかなりねちょっと絞って話さないと、うん、ということで5000円以下だとこのあたり、このあたりというか Pilotのコクーン、プラチナのバランス、Pilotのルシーナ、まあ他にもねあるんですけど、他にもあるんですけど、とりあえず、うん、あのパイロットのセレモとかね、あれも5000円だから、うん、あれ近辺ですよね。セレモもね、まあ最近また最近使い始めたばっかりなんで、うん、あれも書きやすくていいけど、まあもうちょっと使ってみないとわかんないなっていうのもあるし、ね、他にもね5000円以下いいのねあるんですけど、うん、とりあえずこの3種類にしときます。うん、あの実はあこれ忘れてたっていうのも多分あるんだろうと思いますけどね。はい、そんな感じです。うん、とりあえず、うん、おすすめ、これはねおすすめできる、うん、使って損はない万年筆だと思います。 Thank you.